今週も、立東トレセンから、調教追い切り診断を行います。今回はチューリップ賞ということで、柳トラックマンと坂本トラックマンに来ていただきました。権利もかけた本番に向けた、トライアルということで各馬の調整が気になるところですが、いかがだったでしょうか。まあちょっとコースで追い切った馬少なかったんで、あの馬が中心にはなるんですけど、その中でね、よく見えたのはアドン・ザ・モナですね。ずっと中この中間春の中心に織り込まれてるんですけども、まあね、自己ベストも更新したり、すごいね、馬自体こう前向きさがあって、こう自分からこうグイグイはみ取って進んでいくような感じもあるんで、まあ1戦ずつね、レースを使いつつ、状態面もね、すごい上向いてる感じがするんで、かなりいい気配で受賞に臨めるのかなっていう感じはしました。ね、アロンザモナーはね、これまでのベストは52秒1やから、先週52秒、更新してるからね、体調も良さそうな、軽快さが目立ったような感じの走りでしたね。あとはエントリーチケットかな、もともとこれテンション上がりやすいタイプなので、上げないように、まあ、攻め調教で工夫されているなっていうのが伝わってきましたね。まあ、体そう大きくないタイプなのかな、430、428、そのあたりの馬なんでね、まあ、これぐらいの調整でいいかなっていうのもありますし、まあ、柔らかい身のこなしが、見受けられました。あとはビリッサお願いします。ビリッサね、まあ血統馬ですし、すごいこうね、バレーの効いたこういいフットワークする馬なんですけど、やっぱりね、ちょっとこう体がね小さい分、こうしっかりこう、ね、ま、ビシッと負荷をかけれないとこがあるんで、今週のね動きなんか見ても、動き自体は悪くないんですけど、前走からのこう大きな上積みとかっていうのをね考えたら、ちょっとまだ、どうなのかなっていう感じがするんで、そうですね、まあ潜在能力はね間違いなくあると思うんですけど、小さい馬ですけど、ね、体重に負けないような競馬をしてほしいですよね。はい、まあ、これからもっと、ね、はい、どんどん成長していく段階なのかなと思います。あとはちょっと感覚が空いてますけど、リス暮らしはどうでしょうか。これ、まあそうですね、去年の暮れ以来になるんですけど、中間の動きなんか見てもね、全然こう重苦しさがないんで、まあ、久々を感じさせない動きを見せてくれてるんで、まあ、仕上がり自体は、悪くなさそう、ね、まだね、そのもちろん目標はね先になるんで 100% っていう感じではないんですけども、十分にまあそうですね、いい感じに仕上がってると。まあ先週51秒2かな、今週53秒4の時計マークしてますの で、まあ、前回のような中間のようなね、そういう行きたがるっていうような目立ったね、そういう面が目立たなかったので、比較的、ね、スムーズに駆け上がってきてるなっていう印象だったのでね、脅威がなくなったのがいいかなっていう感じがしました。以上です。はい、あとはね、これ、まあ、僕らね映像でしか見えないんですけど、すっごいまたバネのあるフットワークで加速してからこうスッとこうギア上がる感じなんか見てもね、すごい、やっぱちょっと物が違うなっていう感じのね動きを見せてたんで、まあ、楽しみだね。そうですね、はい、打倒関東馬を目指して頑張ってほしいです、はい、以上です。権利取りを目指してチューリップ賞、状態面も含めた最終結論はでは紙面ということで、今日は柳トラックマンと坂本トラックマンでした。ありがとうございました。